どうもみなさん、こんにちは、ピクトです。というわけで、今回は久しぶりにね、フリーゲームをやっていこうかなと思います。ということで、あなたの殺し方ということで、ま、ああの、なんか、説明書的なのに書いてあったのは、お話がですね、あなたがあなたを殺すというお話ということなんで、ま、そういうなんか自殺証言とかがあるんで、ま、そういうの苦手な方は、ブラウザバックをお願いします。ということで、早速やっていきましょう。殺す。えこの女の子殺すのかな女の子だよね、多分。うわ、びっくりした。僕はあなたです。あ、これで移動して、 えーっと、なんか、自殺方法を考えるのか。顔や服装や口調が違っていてもあなたです。そしてこのゲームはそんなあなたを探すお話です。なんか深そうだよね、こういうゲームって。あ、なにびっくりした。かわいい。意味なんてありません。あったとしてもそれはきっと意味とはなりません。はあなるほど。ちょっと僕バカなんで、あの、もし、なんか理解とか間違ってたらコメントで指摘してくれると嬉しいです。あなたはあなたを殺しますか なちょっとあなたっていう字がなんかカタカナとひながわで変わってたよね今あ移動できるどうするかじゃあシンプルに一番なんか左側から行ってみようなんか水の、ま、模様がついてるね何だろうなんかあれかなあえっ、ー、と何て言うの水没死みたいな歴史みたいな感じかなこれはここをクリックすればできるのかなあうびっブロブしブ音が結構リアルなるほど最初は普通に まあ歴史するみたいな。あなたがあなたを殺しました。それは何も意味を持ちません。え、怖い。あ、でもう一回あると。多分、同じことやっても意味ないよね。なんかさ、え待って、変わった寒い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 。え、待って、これさ、俺、てっきりボクサーなんか、これなんか、丸とか押したら変わるかなと思ったんだけど、一回死んだ部屋入ると変わるのか待って、もう一回入れるかなあ、二回は死ねないのかちょっと待って、え あ、出る。オッ OK, o オッケ,ーオッケーあ、びっくりした。怖っ。じゃあ次はこの、羽のマーク。飛び降りかな羽のマークだから多分飛び降り、あ違う。なんだろ、これ。どうやってこれは殺すんだえー、あ、ギロチンみたいになってんのか、これ。えー、怖い。待って。待って。怖い。やばい。あっ。く流血が。ちょっと待って。怖い。うっそ。あ、怖い。ぐい。ごめん。これはぐロ、グロいわ。あなたがあなたを殺しました。それは何も意味を持ちません。 怖いよ。待って。これでまた、こっちの部屋入ってみる。どうなるんだろうそしたら。そしたら、うわー怖い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 。あ、なるほど。多分さっき死んだ時に思った感情がそのまま出てたんだ、多分あの、なんか首、なんだっけなんていうのあの、ギロチンが来てる間さ、怖いじゃん。やっぱり怖い怖い怖いって。そういう気持ちが出てたんかな。じゃあ次この、どうしようなんか最後にこれ真ん中行くじゃん。なんか、こっち側から順番にやっていきましょう。目玉のマークがありました。怖っ。 これはあれかななんかこの黄色い点のところでやれば多分大丈夫なのかなオッケーオッケーオッケーこれはどあっうわ買ったうっ痛い待ってテリストカットは痛いって、痛い待って、痛い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 ,痛い手首切るだけそんな死ねるもんなんかな僕あんまり詳しくないんですけど、ちょっとメンヘラ界隈詳しくないんですけど、それは何も意味を持ちません。なんか、頸動脈をやると一発で死ねますみたいな、そういう感じなんかな これ痛いじゃないこれ。これ多分痛いだと思うんだけど。わかんない。あ、あったあった。痛いだ。多分これ。痛い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 って書いてある。目玉でちょっと見づらくなってるけど。痛い痛い痛い。あ、そういうことか。やっぱそういうことだよね。え、だって痛いもん。実況してる僕痛いもん。痛いなう。痛いイングなんだけど、マジで。痛い ING。あ、これなんだっけま、ごめん。ちょっと待って、マーク見てなかった。ごめん。ごめんなさい。ちょっと一回戻りますね。なんだこれ。星星かなこれ。なんか、星のマークっぽいよね。

多分、つい、い、つってあるから多分、あつ、あついで合ってるかなどうなんだちょっと見づらくてわかんないんだけど、多分これ、あついかなこれは。あ、違うえ、なにこれあ、わかんない。ごめんなさい。あの、コメントでよかったら教えてください。これは、グロいわ。じゃあ、こことかいけないのかなこの、なんか光ってる。ここ、ここ。ここいけないんかじゃあ、最後、月いきますか。月。月は何なんだろうこれ。あ、これこそ飛び降りなんじゃないのさあ、飛び降りてみましょう。うわー。 これは、なんだろう。飛び降り、飛び降りてる。うっおっ、音が、飛び降りてる。ああ、黒い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 。飛び降りてる時の感情がわかんないんだけど、なんだろう。なんていう感情を持つんだろう。この時の感情は。あ、全部終わったらなんか変わるのかな。てんてんてん。あ、来た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 。あなたはなんであなたを殺すのですか何も意味を持たないのに。 殺したってあなたはまた現れます。画面の真ん中に表示されます。え、ちょっとこ、あーまあ、怖い怖い怖い。それなのになんでえなんで首を絞める。あ最後、自分で首を絞められちょっと待ってあ、月のやつ見たいな。な、うわー自分で自分って殺せるのか、首を絞めて。絶対途中でさ、力加減とか弱まっちゃうと思うんだけど、死ぬときなんて、意味なんてない。え あなたがあなたを殺しました。それは何も意味を持ちません。えエンディングかなこれ。ねえ。どうしてあなたを殺すの意味がないのに。あなたと、ねこれ姿が違うからゲームだから僕に語りかけてる、語りか、語りかけてるのこれは。それでも、あなたはあなただよ。 あなたは、あなたはね、え、なに解決方法は案外身近にあるんだよ。普段は見ないファイルの中とかね。え、急にゲーム終わったちょっとやめて、ちょっと。え、なんか急にゲーム終わったんやが。<laughs> え、どういうことえ、待って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 。普段は見ないファイルの中に、えっ、ー、と、答えがあると多分この辺に、 画面が映って、待って、本名映っちゃうじゃん。これ危な。<laughs> 本名バレしてんだけど。普段見ないファイルどれだろうこれか、フォントファイルはさっき見たから、セーブファイルか。え、これっぽくないこの星 .txt。え行きたい。えー、待って、なんか、急に深い感じになってくるんだけど <laughs>。そう来られると。本当は死にたくなかったのかな なんか月のところでさ、最後首絞めちゃったからさ、あの、最初に月のところ行って、もう一回月のところ行けば、もしかしたら見れるかもと思って、もう一回付け直したんですけど、なんか、ゲーム起動したら、なんか急に、あなたはえ、何かなんか変わったんだよね、いきなり起動したら。あ、名前打てる、名前打てる。え、じゃあ僕、僕、ピクトっていう名前でやってます。あ、なんか、PHKT っていつもやってるんですよね。なんか、本当は PKT でやりたかったんですけど、なんか使われてたんで、p 1 k t ということで。え、これどうなんの 解決方法は案外身近にあるんだよ。普段は見ないファイルの中とかね。え、また消されたんだけど。あ,あ見れないんだ。もしかしたら画面サイズ間違ってるかもしんないけど、あの、なんか一回セーブデータの方にあるシステムデータ的なの一回消して、ちょっと最初ここ入ってみます、ここで。ここ入ったらもういきなり、いきなりあのエンディングに入っちゃうのかな、やっぱり。そういう感じだったんかな。僕のやり方がなんかたまたま良かったってだけであって。で、これ飛び降りたら、ぐぐぐじゃん。 もうこの後怖いんだよな本当にうわーぐらい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 どうなんだろうあなたがあなたを殺しました何も意味を持ちませんでこれはあっ見れるこれ見れる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 うわっ苦しい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 なるほど飛び降りてる時はこういう感情だったっていうことかなるほど まあでもあの子の感情としてはずっとなんか殺すの何で殺すのって言ってくるけどあの子からしたらずっと生きたいみたいなことを思ったってことですよねこれはいやちょっと待ってなんか深いな <laughs> なんかあまり何て言うんだろう僕が言うとなんかバカにしてなんか抽象に聞こえちゃうみたいな誹謗中傷というかな何て言うんだろう感想がなんかちょっと小学生並みの小並み感になっちゃうんであのぜひ皆さんあの <laughs> 何て言うの考察みたいのしてみるのもいいんじゃないかなって思いますはいというわけでなんか久しぶりにこういうゲームやったんですけどもちょっと考えさせられるようなゲームでした自殺は絶対あのー、しないでください皆さん <laughs> 自殺しようとしてもきっとなんかあるはずだから <laughs> 僕も自殺しようとは思ったことあるけど あのー、今行きたいってなってるから、なんか急に自分が当たりしちゃってごめんね。ということで終わりたいなと思います、えー。この動画楽しんでくれたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねバイあ、なんかおすすめのゲームあったらコメント欄で教えてくれると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございま,したざいます。チャンネル登録、高評価もよろしくだぜ説明欄にサブチャンネルや Twitter もあるのでそっちも登録してね。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねばーい。 絶対ここまで見てるやついねえよな。